おほほほー。かわいい、かわいいっていうかなんか、みんなに似てるね。あ、アンブレッドの双子。あ、これ、一人か。一人判定ね。いや、でも、ここの人、あ、めっちゃいい曲。多分、そんなに強くないと思うんだよな。オレンジオアシスの敵だし。うちらもう30レベ超えまくってるし。かなり強くなっちゃったんだよな。オーブリーの猛攻撃だ。一緒に攻撃した。ちょっと会心の一撃出さないで出さないでよ。待てよ。あー、まあまあ強いな。まあまあするな。しょんぼりして、どうしよっかな。読みジャム、読みジャムな。でも攻撃は続けないと。おやつ。読みジャムだな。めちゃめちゃある。とりあえずしょんぼりになって。とりあえずダメージを与えないと。一緒に攻撃した。いで。いで。回線の一撃なんか出やすいな。オッケー。キルを復活して。でも2回はどうかな。パス。これは畳みかけ狙いでいった方がいいかな。みんなイライラした方がいい気もするな。とりあえずもう一回だな。攻撃で、132、232。難しいところだけどね。焼きたてパン、焼きたてパン、毎日毎日焼きたてパン。おほー。いや、しょんぼりになった。あー、ニコニコにもイライラにもなれないか。てか、しょんぼりするんだな。そっか、パンって大変だな。あ？うわ、焼きたてのパン。わ、なんだお前。お前なんだ。効かないなー。ジュースをなくすしかないのかな。ジュースもなくなったらもう、あ、効いた。なんで？効くときは効くのか。もう攻撃じゃあするしかないな。攻撃しまくってみる。あ、効くじゃん。あ、なんだなんだ。効くようになった。よっしゃー。全部切れちゃった。あ、ジュースが切れたんだ。材料がないよ。どうしよう。おほー。なるほどね。やったー。うわ、めっちゃすごい。めっちゃすごい。もう35。あ、ファイナルストライク。もう技覚えないのかと思ってた。やったー。ファイナルストライク気になるね。ぜーぜー。ジュース切れね。どうやら。ここまでだよ、ビスケット。おほー。待って、俺たちはパンじゃないぞ。お前たちと同じ人間の子供だよ。そう、それって、私たちを滅ぼしに来たんじゃないの？違う違う、そんな理不尽なことはしないよ。ビスケット、今の聞いた？助かったんだ。さて、またパン焼きに戻るか。焼きたてパン。焼きたてパン。焼きたてパン。呪われてる。君たちはいつからここでパンを焼いてるんだい？本当は外の空気が吸いたかったりはしないのか？おほー、それができたらいいんだけど。宇宙創造の時からずっとここに囚われてるんだ。おー、すごく長い間ここにいるんだね。二人ともちょっと休みしてみたら？ねえ。何？そんな非常識な。私たちの人生にパンを焼くこと以外何の意味があるというの？おほー。私たちがパン焼きをやめてしまったら、一体どうすれば？この生活以外何も知らないのに。誰かなんか言ってやって。それでも、私は自分の好奇心に圧倒されつつある。
上にあるポータルを使えばここから出られるはず。パン召喚のためにずっと使ってきたのに自分の目で向こう側を見たことはないんだ。俺たちは見たことあるぞ。教えてやるよ。外は広くてかっこよくて、すごいもんがいっぱいあるんだぜ。お前らもそろそろ新しいものを見てきたらどうだ。魅力的だね。それで、ビスケットはどう思う？おぉ、聞いてるよ。そうだね。でも、ああ、それもそうだね。よし、気が変わったよ。こっから出ようと思う。もうここにはうんざりだからね。おほう、ビスケット。今まで怖くてポータルを使わなかったけど、それも今日から変わるんだ。え？行こう、兄さん。自由を味わおう。おほー。あ、行け行け行け。あ、行っちゃった。俺たちも行こうぜ。出まーす。外の世界は、一体どうなってるんだ。あ、あ、ここ？ああ。あ。あいつらどこ行ったんだよ。ブレッドフォン。電話？電話ですか、これ。ブレッドフォン。パンの音が聞こえてくる。へえ。あ、読み邪魔を戦闘中に使うとハートが多く回復。結構いいですね、これ。いいものですね。はい、サブクエストなんですが、うさちゃん狩りとヤシの実先生のプレゼントが残ってるんだけど、うさちゃん狩りはちょっと果てしなさそうだし、ヤシの実先生のプレゼントもピラミッドを攻略しないといけないっぽいので、まあ、あとは、あとは自分の目で確かめろということにします。あ、待って、こっからは歩くでしょう。こっからは歩きたいでしょう。待ってろ、バジル君。助けてやる。うわあ、めちゃめちゃ枯れてる。あ、これはひまわりだよ。いつでもお日様の方角に顔を向けてるんだ。僕もひまわりみたいに、いつでも明るくてポジティブな人間になりたい。バジル君。これ水やれるのかな？あ。もうダメだ。そんな。全部枯れちゃったのか。この花はスズランって言うんだ。厄除けの力と人々に輝かしい未来を見せる力があるんだって。だからスズランはマリちゃんに似てると思う。マリちゃんのおかげで元気にポジティブでいられるから。ぐー、バジル君の言葉が。染みるぜ。バラにはいろんな色があって色ごとに花言葉があるんだ。ピンク色のバラは羨望、オレンジは情熱、黄色は友情、まだまだあるよ。ヒロ君は別に何色でもなくて、バラ全般に似てるんだと思う。バラと同じくらい万能でみんなに愛されてるから。切ないって。このお花はグラジオラスといって剣の花とも言うらしい。グラジオラスは強い心を表すんだって。誠実で正直で道徳的で、信念を持って揺るがない人。グラジオラスはオーブリーちゃんに似てると思うんだ。いつも自分に正直でまっすぐな人だから。いやー、冒険してきて、改めてこれを聞いちゃうと、そうだよなーって。そうだよねーって。サボテンはしぶとくて生命力が強い植物でね。あまり手の込んだ世話はいらないし、過酷な環境でも健康に育つんだ。つまりその、ケル君でもサボテンなら育てられると思うよ。サボテンすら枯れてしまってるな。あ！バジル君。そしてこれは、白いチューリップだよ。チューリップってあまり目立たないお花なんだよね。大きすぎず小さすぎず、派手な形も模様もない普通のお花。言い換えれば、チューリップは、見てて心地いいんだ。あれ？こんなこと言ってた。シンプルで謙虚で無垢なお花。ミトコンくんにそっくりミトコンくんって、
ああ、なんてことだ。はあ。チューリップ。バジルくん。バジルくん。うわ、霧が濃いな。ここに前マリちゃんいた気がするけど。すげえ木生えてるなぁ。あ、でもどんどん枯れていってる。あれ、こんなにいっぱい木が生えてたかなぁ。なんだか随分遠くなったように感じるなぁ。枯れてる。あ、足跡が。入るか。うわ、赤。お、ホモリくん、怖いよ。ねえ、やっぱり帰ろうよ。オーブリーちゃん、行かなきゃいけないんだよ。ガチャ。てかみんなにも見えてるんだ。お？床が抜けてるように見えるけど。入れるのかな？そこが深そうだ。飛び込む。はい！みんなも一緒に飛び込んでくれ！この前みたいに。ここで止める人がいないのかなって思うけど。わー、飛び込んだ。あ、水だ。みんないなくなっちゃったのかな。あ、あ、泳げるけど。お、なんだここ。ここがブラックスペース。クモの巣が。クモの巣がある。あ、階段だ。お？なんだろう。キラキラしている。は？あ？マリちゃん？え？どうしてマリちゃんがここに？あ！ひえ。扉だ。開けなきゃいけないんだろうな。うわ、黒い扉が重い影を落としている。開けるしかないでしょうね。頑張ろう。何が待ち受けているのか。は！ウェルカムトゥブラックスペース！は？鍵。え？鍵？あ！おもり？ホワイトスペースのように、くつろいでしまっている。お。うわあ、ちょっと夢日記みたいだね、これ。黒いとすごいね。
ニャーゴいないのか、この辺に。見えないだけでいるんじゃないのか。鍵？あ、メニュー画面開けないんだ。いや、ここでセーブってどうなんですか？一回しときますか？ここを残して、一応ここでも、ブラックスペース。これは、一応あれか。壁はあるんだ。どこまでも行ける、ん？行けるのかな？あ、あれ系ね。じゃあとりあえずここ。うわあ！クジラ？知らない人？ここにある部屋には壊れたものが入っている。しかしここでなら君の本当の顔が見える。壊れたものが入ってる。君がこの世界の上に作った世界は、この世界を守るためなのだろうか、隠すためなのだろうか。どちらにせよ、その世界はすでに君より強大なものになっている。はぁ。君より強大。ミトコンが空想で作った世界がもう、うわ。ミトコンには制御できないほどになってるってこと？ブラックスペースを隠してたの？痛い。とても痛い。とても痛い。痛いって。わあ。ね、これ。痛いって。あ、なんか右の方になんかあるな。わあ。確かに、おもり、スケッチブックにこういう絵描いてたもんな。これが、おもりの深層心理、なのかも。あ、鍵だ。カーテンの絵だなぁ。これは？あれ？手があるよ。ん？あー、手に触ると戻れるのか。で、ドアが消えた。はぁ、鍵を拾ってこいってか。結構ありそうだけどなぁ、ドア。お！ここはちょっと楽しげかな？そんなバカな。うわぁ。一応、足跡に沿って歩いてみるか。うわぁ、あれ、おもり？うわぁ、酔うなぁ。この背景が動くやつ酔うよねー。あ、いる。混乱の中にはすべての根源が隠されている。君が鍵をかけた真実を、何としてでも見つけなければならない。私がかけた鍵、手にしなければならない。お互いのために。なんか前に一瞬図書室のところくぐってバジル君がいたところ、あそこ一瞬映ったなんか変な画面、鍵だったんだよね。鍵で、なんか大事なものはおもちゃ箱にしまいましょうみたいなことが書いてあった気がする。自分で見たくないっていうか、思い出したくないものに鍵をかけてるのかな？ミトコンが。そうかも。そうかもしれねえ。あれ？ここは暗いな。足跡。あれ？いっぱいある？うわぁ！ちょ、楽しそう！踊れよ、川の少年。よっしゃ。
ダンシングタイム、ジャストダンス。あ、あった。あれ？あった。あ、手いた。手見ると安心します。あ、あれ？増えてる。あなたのスケッチブック。うわ！真っ赤になってる。あ！バジル君と自分か？写真、この場面あったな。ああ！あの目玉のやつ、バジル君が生み出してるのかなって思ってたんだけど、あれはミトコンが生み出してて、それでバジル君を苦しめてる可能性があるなと思います。ミトコンは自分のその正体と向き合わなきゃいけないって言われたもんな。家だ。話しかけられないか。これなんだ？足跡。お風呂。お風呂もあります。あ、いる。君が真実を隠したのと同時に、僕の一部をそれと一緒に封印した。彼は今までずっと誰かが助けに来るのを待ち続けている。あの日、君が無になった日、僕は二つに引き裂かれた。君と僕、どっちの痛みが強かったと思う？いや、どっちが強いとかじゃなくてさ、君が無になった日、マリちゃんが死んだ時かな。バジル君も、でも、なんかひどいことをしたって言われてたもんな。バジル君の話も聞きてえけどな。今話してる知らない人って出てるのは、半分になっちゃったバジル君の片割れなのかな？あ！何か、ミトコン愛してるよ。え？あ、あ、ついてくる。愛してるよ？ミトコン。そう言われると、何かって、マリちゃんなのってなっちゃう。でも、そういうことでは、ない。ミトコンを表してるときと、ミトコンの正体を表してるときと、バジル君と、バジル君の片割れのときと、あと、マリちゃんを指してるときと、そういうことがあります。お？あ、ニャーゴ？ちょ、これどうなってるんですか？ニャーゴはとんでもなく悪い子ですね。え？鍵を手に入れた。あ、もう？ちょっと。ニャーゴはずっとこっちを見つめている。何が起きているのかわからないようだ。ニャーゴを切り開く？しない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 。なんで？なんで？どうして？帰れないし。もう鍵は手に入ってるんだけど。なんかないか。なんかないか。ダメなんか？できねえ。
ダメなの？にゃんごごめん。綺麗に縫い合わせるから。不思議そうに頭をかしげている。無理！おい！どうにかしてくれ！一番ひどい部屋に入った。うわあ。うわあ。目を見開いてる。帰りたがってる？じゃあ無理。だあ。あ。え、ここで刺したらどうなるんだろう。でも一回セーブしてるし、にゃーごを切り開くぐらいなら、俺が、でもこれ刺しちゃうとさ、あ、助かった、よかった、にゃーごを切り開かずに済んだ、あ、よかった、なんとかなった。